アイアムブレッドというゲームをプレイしたいと思いますが、みんな知ってるとは思うんですけど、私は見たことがなくてですね、やったこともないんですよね。で、このゲームなんか初見プレイっていうことなんで、ただただパンを動かすだけっていうゲームならば、1時間も持たないと思うんですけど、もしストーリーみたいなものがあるのであれば、可能な限りやっていこうかなと思ってますね。じゃあ、始めていきましょうか。これでいいんかな？おうおう。はい、あ、綺麗、思ってるより。すごい綺麗な。めっちゃ音楽良くない？まだ押すの？すごい音楽いいやん。何この BGM。音でかい？みんな。ちょっと一回、音量大丈夫ですか？音量は大丈夫っぽいですね。誰も何も言ってないですもんね。OK。いい BGM よね。あ、そうやね。トイ・ストーリーみたいな。これはじゃあ、プレイって押したらいいのかな？作った人たちっていうのをひらがなで書くとなんかまた可愛く感じるよね。プレイ。ストーリーモード、ストーリーモードがあんのか。これチュートリアルをプレイした方がいいのかな、一回。ちょっとチュートリアルプレイしましょうか。1時間しかないですけど。バグズライフな。ものすごいちっちゃいな。さあ、パンを動かす練習です。パンの耳をつかみ、コントローラーのスティックを動かせばパンがパタッと倒れるように動きます。そこにいるパンの動きを真似てみてください。何すんの？ 「そんなんできひんねんけど俺。動いた。動いた動いた。なんで？こう。こう。次は？こう。こうやって進むの？こう？何？こんななんか自分を犠牲にしながら進まなあかんの？アイアムブレッドって。そう。これなんかもっと他に応用聞かへんの？ちょっと待って、俺これがいい。何これ？つつく。パンの耳を掴まずにコントローラーのスティックを動かすとパンをつっついて少しずつ動かすことができます。ああ、こういうことね。なんかさらっと言ってるけど、むちゃくちゃなことを言ってるんだよな、ね、一応言っておくと。ほら、これで俺歩くわ。こうやって、これ、なんか、こんなんできるやん。すごい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 。すごいすごいすごい。これでなんかこう、ビャーンって掘れへん？よいしょ！全然ちゃうとこ行く。難しいな。よいしょ！これなんか、あれと似てる。マウントユアフレンズっぽい、なんか。ちょっと。マウントユアフレンズっぽくない？動かし方が。むっちゃむずい、なんか。とにかく。もう、おっしゃ。とにかく連打することしかできん。OKOKOK。次、物体の移動。パンの耳が何かに触れると物体を動かすための追加ボタンが画面に表示されます。表示されたボタンを押して掴んだ物体を動かしましょう。掴んだ物体を動かす？出てきた。こうか。こうか。なんか、シュランやねんけど。ただただシュラン、これ、ほら。ずっともたまもできんねんね、これ。そういうこと。すごいすごいすごい。そんなこともできるんや。へえ。何これ、なんか すごいシュールやけど、意外とよくできてんな、このゲーム。めっちゃおもろいねんけど、なんか普通にプレイしてるだけで。これ登れるよってこと？そんなん任してよ。もうここまで来たら俺はもう、ほら。ボルダリングやん、これ。ボルダリングして、ほら。しくった、もう。めんどくさ。なんとかこっち行けへんか。よいしょ。OK。OK。向こう、メニュー戻ろう。大体大丈夫、大体大丈夫。これじゃあストーリー行きましょうか。
まあいいか、ストーリー行こうか。はい、ストーリー行きまーす。キッチン、月曜日でしょうか、月曜日の朝のキッチンか何かでこうパンがお邪魔している。そんなことはもう皆様の生活でもよくあることかもしれないですね。ザ・セラリーセラピーバーン、死ぬまでここにいたくなるほどの快適さって書いてますね。これ読まなあかん。マートン氏の診察は彼の話を聞くことに終始した。うん、何、これ読まなあかんやつなんかな。左上が 0% になったらゲームオーバーね。はあ、ちょっと一回やってみていいですか。普通にトーストになりましょう。トーストになりましょう。ほう、トースト、蚊の可食性って書いてるな、左上に。トーストって、ちょっと待って、どこがトーストのゴールな。ん、なんかカチ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 なってんねんけど。え、ちょっと、とにかくこれが邪魔やわ。これ邪魔やわ。重くて、ごめん、重くて持ち上がれ。めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛いねんけど、なんか生きてるみたい、まるで。あ、ちょっとジャム漬けにする。ちょっとこうピシャ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 するかも。おお、いや、違うんだけどな。こう持った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 。いや、それじゃないそれじゃないそれじゃない。いや、今ひっついてるひっついてる。これどけてくれへん。このここジャムのとこがついていこう。そっち。あかんか。ちょもう。必殺ローリングヒル見せるか。俺の必殺ローリングヒル。なんかもう回れへんねこれ。普通に回れへん。おいしょ、おいしょ、おいしょ。あ、ジャムついてるやん。いいやん、ジャムついてるやん。ほら、よしよし、オッケー、ジャムつけた、オッケー、ジャムつけた、オッケー。よし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 。さあ、あとは何したらいいの。あと何したらいいの。ガラスで血まみれって、あっちの方に行けばいい。あ、ここか。あんな向こうまで行かなあかんのか。あ、これいいんちゃう。こ、せーので、ちょっと向こうまで飛んでみようか。いきまーす。1、2、3、4、せーの、おいしょ。全然飛ばへんねんけど。全然飛ばへん。あ、あ、あ、降り止めた、降り止めた。おう、あ、うん、なんか、うん、あ、落ちたらあかんの。どうやって、あ、こうか。あ、落ちたらあかんのね。はいはいはい。え、どうやって行くのじゃあ。あのスケボー使って行けってこと言ってる。え、スケボーに乗んの。行くぞ。帰ろう。まず横スライドからの、これでちょっと、そうそうそう、このこれ X ボタン、どれ。このナイフ持って、ナイフ持てへん。よっしゃ、これでも、いや、違う、B ボタンかな。 XBOX 押し、これで開けよう。 OK、 ナイス。おっさん、おっさん、おっしゃ、よし。これちょっと向こうまで行こう、向こうまで行こう。一回ジャムつけさせて、ジャムで一服させて、ジャムで一服させてもって、いい、そんな180みたいなやつかまさんでいいから、別に普通にジャムに当たってくれたらいい。ジャムついた。あ、ジャムついた。オッケー。もうちょっとジャムつけて。もうちょっとジャムつけて。オッケー。オッケー。3ジャムつけといた。こっからや、問題は。どうやって向こう側に行くかやね。こうか。危ない。ここに降りていいもんかな、これ。こう。ダイナミックやな。あかん！ちょっと待って。なんとか乗れへん？なんとか乗れへん？まず、あ、これ今チャンスじゃん。今チャンスや。いや、いや、持とうとしてる、お前。そういうこと考えるな。引っかへん。RT 引っかへん。RT 引っかへん。赤引っかへん。ああ、もう。ああ、もう目に持ってもうた。え、これは何？その、あ、うん、また、なんか光ってる、これ、ここ。ちょっと、こいつ持っていこう。これ何光ってんのこれ。
あ、とだ。あ、なにこれ、新鮮ポイント回復みたいなこと、より新鮮になりましたみたいなことかな、これ。よし。ちょ、どけてくるわ、お前も。あ、そうか。オッケー。今一番いい状態ちゃうじゃん。パンとして今一番仕上がってる状態なんちゃう、俺。あ、いいやん、いいやん、いいやん。うわ、めっちゃおしゃれ。フランス料理っぽい感じのジャムの付け方してるやん。いいやん。で、こっから、じゃあ、アコに、うお。ちょっとつついて、ここ降りられる？ナイス！これや、ここで、ここでなんとかしなあかん、これ。無敵モード、あ、今無敵モードなの？お、倒した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 、これで、こう持って、こ、お、いいんじゃん、いいんじゃん、ちょ、掴んで、おっしゃ、こうか、こうか、おっしゃ、こうか、お、行くぞ、行くぞ、おいしょ、オッケー、登った、ん？友達連れて行くか、じゃあ、これ、こいつ連れて行こうか、ちょっと、よし、これで。難しいのこれ、あか、地面を掴んでんのかこれ、その生ハム、なんかもうものすごい俺粉まみれになってんだけど、知らんうちに、なんかもうアリめっちゃたかってるやん、もうめんどー、え、なんでこれこんなアリたかってんの俺、故障やと思ってんけどな、ちょっと大ジャンプしてみたいな一回、全然うまくならへんな、これこうか、よし、おお、あ、サマーサウトキックみたいになってる、ほらほら、いいか、いいや、いいや、実績解除できんじゃないかな、ほらほら、やるやお前、ほら、あかんわ、もうめんどくさってた、あこまで行かなあかんねやろ、もうこう普通に行ってみようかな一回、 RB、 LB、 LB が押せへんのか、 LB、 LB がどれ、これか、こうやってこっちに方向やって、おっしゃ、こうや、あ、こうやな、こうや、ほら、あ、めっちゃ回った、わかった、リズムや、こう、はい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 、めっちゃ回った、めっちゃ回った、急に、あ、わかったわかった、感覚がやっと分かってきました、皆さん、ちょっとどけて、え、危ない、うん、こうやろ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 、こっちか、こうか、おっしゃ、いいぞいいぞいいぞ、もうちょっとまで来てる、うん、どこが RB かがもうわからん、あ、こうか、ゆっくりか、ゆっくりゆっくりゆっくりかして、ゆっくりかして、おっしゃ、入った、入ったやん、え、入った、あかんのこれ、 B、 え、え、な、どないしたんやの、お、もうちょっと前、え、ここは入らなあかんのこれ、めっちゃむずない、ここ入んの、ああ、危ない、あ、そうか、 B を押してんのか俺が、ちょ、もうちょっとこっち、ま、回れへん、ちょ、そっち B の方、そう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 、ナイスナイス、入った、出ること考えてないってどういうこと、出なあかんの、ああびっくりした、え、出なあかんの、もう食べれたもんじゃないねんけども、え、で、どこ行くの、え、戻んの、ほんでうぜやん、お
るさ、見とけよお前。めっちゃうまなってんからな、お前。地べたの動きはめっちゃめちゃうまいで、こっちは。よし、今無敵モードやから地べた走れるってことよね。よしよし、これはやりやすい、トリガーで押すから。そうなったら今度そっちしか進めない。そうなったら今度そっちしか。お、ナイスナイス軌道修正。よしよし、こうやろ、こっちやろ、こうやろ、こうやろ。それで戻れへんか、なんとかお前の力で。よいしょ、ええわ、もうそっちそっち行け。こっちか、こうか。これすごいな。え、これ思いのまま動かせる人っていんの、これ。逆にその人のやつ見てみたい、これタスみたいな。え、だってあか、え、こうか、こうか、これで離して。あかんな、これな、都市行ったらな、もうこんなん、あ、体に悪いわ、全然プレイできひん、うまいこと。よし、LR、L たす R。 そやねん、そやねん、そ、いや、それは分かんねえけどな、どれが R で、どれが L でな、 B とかがな、もう分からんなってくんねほんま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 、やったら分かる、やったら分かるはず。どこで、どこ、どうやって戻んのこれ。ん、こ、降り、降りようか、一回一回降りて、この上行こうか、これ、こう、こう無理かな。このゲーム開発者にはありでも湧いてんのかってか。これもすごい有名になったよね、このゲームね。こうか、こうか、お、いいんちゃう、あ、いいんちゃう。いくよ、1、2の3。よっしゃ、でどこにいたらいいの、ここに行けばいいの。はい、戻ってきた。え、ちゃうの、立派なトースになりました。 LR って何、え、押してんねんけど、 LR って、え、え、ま、もう終わりってこと。あ、終わってたん、あ、スティックを押し込んだら終わってたん。え、何、じゃ無駄してたってこと俺今。あ、そう、次リビングやって、リビングもやってみよう。あ、そうなんや、あ、そうなんだ、あ、ごめんなさいごめんなさい、てっきりあの机に戻らなきゃならないんだと思って。はい、逃走になります。じゃあ今日も美味しく仕上がってまいります。どこ、どこに焼くやつあんの。うわ、すごい、あんなサングラス絶対つけられへん。え、ある、逃走、え、逃走がない、あれ、え、あれヒーターよな、ありつけんとく、オッケー、ありつけ、ありつけないってことを頑張ってみる今日は。ジャムはちょっとごめん、あんまり良くなかったな、もうちょっとだからなんか見栄えのいいものがいいんだから、あれ寄ってきたんちゃうかな、ジャムがあったから。これ何のためにこれ俺今持てんの、これ、これなんか持つ必要ってあんのこれ。浮かへんわよ。え、どこで焼いたらいいんや、そもそも。もう焼くとこってあこしかないよね。ヒーターで焼くの？あ、アイロンとかで焼いてもいいんや。はあ、あ、無敵なしで行く？いいよ、無敵なし縛りにしようか。え、でもこれ地面降りてまうよね、どうしても。このまんまで行ったら。え、ここアウトやろ？このカーペットの上もアウトですよね。ちょ、一回降りてみようかな。おいしょ！あ、ほら、あかんわ、あかんわ、あかんわ、おー、もう怒られたもん。圧倒的に無理やわ。これ、ちょ、これなし、これなし。なんかで移動しなあかんねや。んー、どうやって移動しよう。え、あの鍋？これか？これで移動すんの？え？ビデオデッキに避難しよう。ビデオデッキに入ってみる。壁伝い、あ、こっちに行けと。え、ソファーはセーフなん。ああ、もう惜しくった。
余計なことしてもうた。ちょっとこっちずらそう。え、あんなとこまででも止めるかな俺。あ、これいいよいいよ。ちょっと一回やってみようか。ここでまだ間に合う、まだ間に合う。お前た、そうそうそう、 L、 そう、よし、オッケー、セーフで、こっちか、いきます。1、2、もう2ってもう向こうにぶつかってるんだよな。オッケー、こうやろ、こうやろ。じゃ、これだけは任せて、ごめん。この前に回転する水車だけはめちゃめちゃうまいから。こっちから行った方がいいんかな。こっちから行ったらもう無理よな。あ、壁を伝っていくってことは別にどっちでもいいのか、極論。よし、これちょっと上がっていって。今危ない。ちょっと LB、 LB 聞いて、 LB。 あー、分からんかった。こうやろ、こうやろ。潔癖症が、あー、みんなってどうなん、潔癖症なん。わいわい、若干潔癖症やで。あのゴミ捨てんのとかはめんどくさいけど、でも潔癖症の人やで、ワイワイって。意外と。でもまあ別に大丈夫かな。そもそもパン食う？みんなってパン食う？今そのあのあれだけはなしにして、丸ごとソーセージだけは俺も食うから、それ度外視させて、いしかましかかけてみようかな。これこうスイング、スイングってできひんかな。ご飯派やろ。パンを食わんだったよな。こっからマジこれ関口博士のもうええって、なんでなんでなんで、握力なくなるのは知らんて。もうこれセーフなん？アウトなん？握力なくなるのは知らんもん俺。今めっちゃ関口博士なっててんけどな、テーマパークなっててんけど。いやでも行き道が分かったから、無敵は取らへん、取らへんっていうか、取ったらもう なしにしようぜ。あ、もうもうごと行くかお前とお前こいつを足場にするって手なし可能かも。こいつが下になってくれたら、落ちた時に、落ちた拍子に、めっちゃのた打ち回ってるみたいやんか。もう普通なんやけど。ほんでこれスリッパはどう、セーフなんかな。よっ、あかん、す、あ、あかんわ、スリッパアウトや。あー、すり、おー、え、ややこ危なっ、あっぷね、なんとかなった今、窮地をしのいだな。いや問題はここやねんな。あ、こっち行けばいいのかっていうことか。ワイワイはもうパンはちなみにと食べないんですよ、食べないんですよって。別に嫌いなわけじゃないんですけど、なかなか食べることないですね。もうご飯を夜に炊いちゃってみたいな。アリ、え、でもこれアリ、え、今アリついてるこれ、これノンアリじゃない。あ、あまり触れると、触れるっていうか、あの揺れると遠心力みたいなもんで取れちゃうんやこれ。はあ、そこら辺は細かいねんね、意外と。よっしゃ、こっちか。これな、やった人、あ、いる？これ今俺やったことあんでっていう人。めっちゃむずいよな、ほんまに。めっちゃむずいでこれ最初。うわ、やってもうた。大丈夫？俺これ気づいたりせえへん？せえへんか。よくこれをでもやる人いるな。このゲーム名はね、アイアムブレッドっていうゲームですよ。アイアムブレッド、パン。よし、じゃあこれちょっとどけて、これもちょっとどけてほしいんだけどな。よっしゃ、あか、邪魔やん。めっちゃ集中しちゃうわこれ。こうやろ、こうやろ。ちょっとどけてた、その吹きの塔みたいなやつ、吹きの塔みたいなやつ。壊へんから、吹きの塔。こっちやろ、
個やろ、なんか結構ぴょんぴょんってこうなんて飛んでいくような感じでファッ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 ってこうほらファッ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 っていう、あもうこれビタ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 したのかも、これ何本でポット、これめっちゃ遠ない、俺の行こうとしてる道めっちゃ遠いねんけど、これそんな早く行けるもんなんかな、よしゆっくりゆっくり行こう、確実に行こう、よしよし次こっちやろ、こうやろこうやろ、あ来た流れ乗った、あっていうかっていうかこうちゃう、あグリップってそういうことか、こうか、あの上のグリップっていうのがなくなったら握力がなくなったってことなんや、いやまだいける、お前やったらまだいけるで、ナイスナイスナイス、いけるとこまで行こうぜ、お前のチャレンジしてみよう、うんそう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 、もうええってどこ行ってんて、もうはあやってもうた、これってあのビデオデッキ入るってあり、ビデオデッキエンドみたいなやつ見てみたいんだけどな、よし、一回そう一回そっち押し、ナイスめっちゃうまい、こうか、ここはあえほんまにあれビデオデッキって入れんのあれ、まあ、ほこりはやばそうよね、ほこりはやばそうっていうかまあもう部屋自体が汚いからもう俺としても無理やねんけどな、家具の裏とか、あまあそうやんな、もう大丈夫なんかな、もうじゃあいかんとこで一応あれ、えいよしナイス、こうやろこうやろ、こっからアコにどうやって行くかやな、こっちにまず行ってしまってジャンプしてアコまで飛び乗ってみていい、一回チャレンジしてみていい、上がって、お危ない、おえいや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 、そんなん無理やんて、いや挟まったって、いやそんなん挟まったとか、えあこはどう、えなんなんあれは、挟まったやん、なんでキッチンからさせるもんで、ね、キッチンはもういいよ、ああこはあかんねや、めり込みエンド、俺ちょっと、右側から行きますね、もうこれ。クリアの仕方を教えてもいいですか皆さんに、じゃあ。あのね、バシバシしちゃうとダメなんですよ。ごめんなさい、もう一回します。あれ取っちゃったんで。これな、OK、はい。あ、猫の座るとこな、猫の部屋な。猫飼いたいなぁ。でも飼える自信がないのよなぁ、やっぱどうしてもな。ほんまに猫を育てられるかって言われたらね、結構無理やと思うんだよな俺な、でこっからナイス、うんナイスな、LB がどっち、 LB がどっちか分からん、あっ、あもう無理、じゃあもうやり直させて、思ってるよりむずいな、あ猫触って、猫触ったことないの、うせやん、えいる、猫触ったことない人います、ちなみに言うと今、え、俺でも、あーそうか、でも買わへんかったら触らへんかな、昔友達が飼ってる猫を触ったことはあったけどね、それでも一応、え怖いっていう人もいるやん、でもあ触ったことないの、あ猫カフェに行った
はあ、結構猫好きな人いるんですね。まあ、飼ってる人はもちろん好きでしょうけどね。こうやろ。こうやろ。こうやろ。よし。よし、ナイス。近所の猫と仲良し。なんで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 よ、なんでって。うん、いや無理やって、それお前の握力では。それ、いや、お、いていて、うん、もうめっちゃむずいねんけどこれマジで。ちやってほしい、マジで。やげるから。よしよし、やっとここまで来た。いや3匹飼ってた。上のゲージ見て、グリップのゲージやろ。え、じゃなくてかな。グリ、あのね、ほんま俺が今どこのボタン押されてんのかわからんなってくる。こうやろ。これ一回落としてもいいかな。落としてもいいんじゃん、こいつ。こうやって落ちひんかな。邪魔やな、逆に。お前と実家で飼ってるテンション上がった子猫に人差し指ぐっすり噛まれた。ああ、ワイワイはね、一回まあミュウっていう猫を飼ってるんですけどね、昔家にまあ、室内外なんですよ、うちの猫はね。ほんだら外に出たがってたんでしょうね、多分ミュウがね。えらいことになったな。外の自販機にジュースを買いに行った時に一緒に連れて行ってあげたんですよね。ほんだらものすごい暴れだして、外に出た興奮によってもうね、なんか なんて言うんだろう、野生に帰ったんですよ彼は。その時に一回降りようか。あの時めっちゃ噛まれたな。もう穴が開きましたからね。で今でもその傷はもう残ってる。なんかもうすごい急に暴れだして、もうなんかとにかくどこかに行きたいみたいなそんなにうちの家が嫌だったんでしょうかね。いや、それは分からないですよ。本人のみの知るですから。そこはこうやろ。こう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 からのこうこうこう、それが穴の穴って思う。人類の誕生やん。そんな感じで発情期、あ、発情期もあるかもしれないしね。まあだからちょっとワイワイがやばい言うてる場合ちゃう。 OK、 おっしゃ、ナイス。ここまで来たからよいしょ、こうやろ。ちょっとこっちずらして、こうや。オッケー。バイト先に猫いっぱいおる。あ、でも拾うっていうか、そのあれって実際見たことある。みんな、なんていうの、落とし猫じゃないけど、そのなんていうの、ああいうの、拾う猫の感じのやつってみんな実際目の当たりにしたことある。そういうこと、段ボールに入っててみたいな。俺ないのよね。それをもし俺が見つけてしまった日には、おいおい、どこ行くの。その場合は俺も買っちゃうと思うんだけど。いや、それはちょっとお前アグレッシブすぎるやろ。いや、それはアグレッシブすぎる。違う、俺そんなにしてほしいんじゃない。ああ、勘弁しや。冷静に考えよう。動け。もう動け。もう。じゃあもうこうなったババやで、マジで。どこを話したらいいの。こうこうか。よっしゃ、もうあかんか、これで。ここの焼いたとかあかん、これ。この上でも焼いたって、めちゃめちゃめんどくさいな、これ。こっからまたあれ行くの。もう一気に行こうか。一気にやったらまだ可能性あるかもしれん。でも一気にだけど落ちんだよ、マジで。ワイワイ、そうこっから、ちょっと続き始めて、
よしよしよし、落ちるかな。こうやろこうやろ、ここまずこれで、ほんでローリングのサイクル入るやろ。よし、オッケー、ここまで来たやろ。こっから上にまず上がるやろ。上に上がって、で右行くね。そのペースで行こう。 L からな。よし、行くよ。はい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 、今度こう、はいはいはい、いいぞ。どこ、あれ、あこ、あこまで行けばいい。ああちょっと待って、引き返せ。そこや、もうそこで。よし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 、これでまず難をしといたな。一個クリアすんのにめっちゃ時間かかるな、これほんまに大変やな。よく作りましたね。 R R ハンソン、よし、やめるよ。おい、ふざけたまねすんなよ、ふざけたまねすんなよって。こうか、よしよし、あかん、危ない、いやあかんって、いや違う違う違う、いやもう、えこれまずいんちゃう、また。あ、もう画面も変えられへんし、なんかもう、画面、画面だけ出してよ、画面だけ。もうめんどくさい、もう、もう、いや違う違う違う、出た、そうそう、画面 だけ出して、うん。また画面だけ出してくれたら、無言でさえクリアしてみせるけど。こうやろ、これで今下についてますやろ。え、俺だってこれ今どうやってこう出ようがあんの。こうこうこうで、こう、お、来た、こう、おっしゃ、やっと出てきた。あ、そっち側出てきたか、しかも LTLT ナイスナイス、よし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 、なんで、はあ、あっち行こう。 RT RB、 よしよしよし、 RT RB LB LT、 よし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 、 RT LB LB LB、 よしよし、ナイス。もうちょっとまで来た。ちょっと回転させて、横に寄って、回転させて、横に寄って、オッケー。こっからまずこっち側の壁に飛び乗って、向こうの上まで行こうかな、と頑張って。行くよ、よし、こうやろ、こう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 、はいはいはい、はいはいはい、おっしゃ。え、え、お、焼いて、え、え、ちょっと待って、ちょっと待って、一回今リバースかけたけど、あれでいいよね。もうワントライしてみる。ちょっと待ってな、危ない。いやーやめて、勘弁してください。よし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 、ん、スイッチが入ってないって、スイッチ、これか。あ、これはでもいけるんちゃう、ちょうどよかったんちゃう。いくよ、こうちゃん、おっしゃ、来た。こうやろ、こうやろ、いきます。
はい。いいんちゃう？え、これ、え、両面焼けて。やばい。あ、今めっちゃいい。あ、今めっちゃいいトーストの焼き具合やってるんちゃう？これを RT でちょっと戻して、RT で、お、そう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 。で、RT を押しながら、若干こっち、そうそう。こ今度はこっちでこう、そう、OK。いくよ。こうやろ。いや、違う違う。よし。いや、違う違う。あ、これいいんじゃない？おっしゃ！OK！ リパートーストになりました。よっしゃ、もう全部罰やん、もう全部罰やん。可食性だけやん。食べれるか食べれないかっていう判定やろ。マジか。これちなみにちょっとメニューに戻っていいですか。ストーリーはまああるとして、このねモードとしてはそういやベーグルレースと暴走とかあるんですよね。ベーグルレースってやってみようかな。これは何、その動かし方によってっていうこと。それの方が逆に言うたら俺得意かも。だってあのこう書いて、なんなん、ちょっと待って、俺のやつ俺のやつなんかちょっと違うねんけど。で、何とレースしてんのほんと俺これ。おおおおおおお、ベーグルレースってそういうことか。おお、あ、いいんちゃういいんちゃういいんちゃう。あ、何これ、なんかほとんどもう別ゲーの匂いがしてるけど。あ、こっち、こっちか。おお、すごい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 。やばい。え、こうか。よっしゃ。あ、これちょっとベーグルの方がやりやすいかも。あ、これちょっと、うるさ。あ、これは やりやすいかもしれない。でもほとんどパスなんだよな。なんでやろう。ちょっと違うのやりましょうか。じゃあ暴走をしてみましょうか。暴走、壊すってこと、全てをスマッシュ。ほとんど意味わからないんですよ。全てをスマッシュ。あ、瓶をってこと、え、じゃなくてこういうこと。おおすごい。おお、いやん、これフランスパンなんやな、これ。あ、いや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 、ビョーン、おら、おお、いやいやいや、これちょっと俺もこれも潰したい。おらおらドンキみたいにもうなってる。あ、これで壊していけってこと。おお、いいや、いいや、あかん、危ない。おお、よいしょ、よし、オッケー、えい。あ、これで競えってことか。あ、こういうのもあんねんな。よいしょ。なんか、おい、ごめん、素直にこれはなんか上手くなりたいって思っちゃうわ、このゲーム。そんななんか普通にやっちゃう、こういうの俺。あー、楽しい楽しい。ああ、よかった。もう目玉焼かれてるやつ出てきてるやん、もうすでに。すごいやん、生まれたてほやほやみたいな。これで一回一回ここのこれのやつだけ割っといたらもう、うん、オッケー、ありがとうございました。素晴らしいゲームでしたね。アイアムブレッド、いかがだったでしょうかね。ちなみにこのゲーム自体はですね、ギフトでいただいたんですけれどもですね、まあ多くの方がプレイされてるということで私はやらなかったですけれども、あのケースのとこ行って、ケースのとこって何やろ、あ、さっきのあのコーンフレークみたいなやつ、チーズハントって何なんやろ。ヤギモードもお願い。ヤギモードって何？あ、これなんかクリスピー。いや、めっちゃ早いねんけど。クリスピー、スピード感がすごい。これあれなんかね、薄い。よいしょ。おう。薄いものやからかなんかな。なんかすぐすでにひび割れてるような感じするんですけど。あ、アリめっちゃいるな。気持ち悪いな。へえ、このヤギモードっていうのは何なんでしょうね。あの、なんか、あれ？ヤギモードちゃうわ。あの、今なんか紫のなんか、これチーズモードか。
出てる。これが何か意味あるの？ん？え、な、何すんねやろ？これチーズ、チーズを塗れってこと？俺に。もしかしたらそういうことかな。こうしてこうよ、こうよ、こうよ、よっしゃ入った。あっ、え、はい、 OK です。これちなみにひっついてるとかある？そのままひっつくんだよな。なるほどな。だからこういっぱいひっつけろっていうことか。顎に緑のやつあるもんね。なるほどなるほど、そういうゲームってことね。あっちにもあるな。へえ。いや、まあ何や言うてる間にもう時間が来ちゃったんですよね。だから、このアイアムブレッドに関してはちょっと短かったような気もしますけれども、このぐらいにしておきたいと思います。まあこのゲームはもうね、あまりにも有名すぎてちょっとやらないでおこうかなと思ったんですけど、逆に言うと。ただね、思ってよりもやっぱりなんか真剣にやっちゃうゲームでしたね。もっとふざけてんのかと思ったら全然ふざけてなかったな。